東京国際映画祭が24日開幕し、東京ミッドタウン日比谷で3年ぶりにレッドカーペットで行われた。前田ゴードンが日本シネマナウ部門に出品された日米合作映画カナタの先行ハンノヨ監督の主演として登壇。壇上で僕は個人的にこの映画が初主演作品でハンノ監督と一緒にやりたいことをやりたいメンバーで、 とことんこだわって実現した映画と語った。正田は池内博之証言加藤正也らと登壇した。このメンバーの間に立たせてもらい光栄と語った。その上で、実は、配給会社すら、まだ決まっていない状況ではあるんですけども、今日をスタートに世界中、たくさんの人々に見てもらいたい作品。何かが動き始めたらいいなと思いますと、まだ日本国内の配給。 公開が決まっていない状況を明かすとともに、東京国際映画祭で世界に羽ばたきたい意気込みを語った。彼方の選考は、音だけの世界から色彩へと帰結する物語で、長崎・沖縄の戦争の記憶、映画の根源をたどるロードムービー。正田は劇中で、生まれて間もなく視力を失った10歳の少年機構を演じた。光にとって世界は音であり、 カセットテープに自分の世界を録音していく。二十歳になった光は長崎へと旅に出た旅先で出会った自称革命家の男遊具、池内博にドキュメンタリー映画制作に言われ、長崎、沖縄の戦争の痕跡をたどる。原案も務めた半の監督は、台湾の巨匠放射汚染中国のジャジャンクーラのアジアを代表する監督の作品の音楽を担当した作曲家、音楽家、 ミュージシャンで、自らも16年に初監督作に揺れる女19年にはパラダイス。ネクストと2作の監督作を手掛けている。